ラゴンバスタークロービス。プリンセスセリア。ドラゴンを退治してセリア姫を助け出せ。ドラゴンバスターは四方向ジョイスティック、スウォードボタン、ファイヤーボタンで操作します。ドラゴンの住む山への行程は全体マップであなたが選択します。内部は迷路の鍾乳洞、バイタリティに気をつけて出口を探します。ルームガーダーファフネル。ルームガーダースケルトン。ルームガーダーを倒すとアイテムが出現。スクロールを取ればファイヤーボールが一つ増加します。出口を見つけました。一つの迷路をクリアするとバイタリティがある程度回復します。二段ジャンプ、兜割り。ジャンプ中にレバーを下に入れながら剣を振ると2倍の攻撃力になります。ファイヤーボールスペシャル。ファイヤーボールスペシャルは究極の武器、ドラゴンとの戦いに備えます。眠っていてもドラゴンは計り知れない敵、危うしクロービス。ファイヤーボールスペシャルで形勢逆転です。ドラゴンを倒せばラウンドクリア、バイタリティがフルに戻ります。ブースターズバット。洞窟に救うコウモリの必要な攻撃。スネーブ、群れをなし攻め寄る毒蛇たち。トリッキーな動きでドラゴンバスターを幻惑するリーペン。ウィル・オー・ザ・ウィスプ、ウィル・オー・ザ・ウィスプのジグザグアタック。クローラー、のそのそと這い時折触覚攻撃をする。金色のコレオクローラーは切ることができない。イノサイ、猛スピードでドラゴンバスターに襲いかかってくる。ゴーレム、巨人ゴーレム、コンボで殴られるとダメージが大きい。テストール、体を丸めて攻撃したときはソードが通用しない。血の匂いを嗅ぎつけると突如現れしつこく食らいつく。ルームガーダーズファフネル、伝説のファイアードラゴンファフネル。弱点は頭と背中だ。スケルトン、スケルトンは騎士の亡霊。要注意、ファイヤーボールが全く通用しない。ウィザード、
魔法で剣を操り、ファイヤーボールを放つ。ビショップ。斧とファイヤーボールの攻撃でドラゴンバスターの行く手を阻む。Namco Dragon Buster Heroic Fantasy A Man with Sword Monsters Evil Dragon.パケット族とは、侵略を受け迫害されている平和的種族である。君の使命は、彼らを救出し、彼らの協力を得つつ、敵の誓い要塞バラデュークを壊滅することである。ファイターは、よりすぐられた辺境警備隊の一員である。連射ウェーブキャノンで武装し、そのシールドスーツは敵のいかなる攻撃をもってしても一撃で破壊することはできない。オクティ、地下要塞バラデュークを支配する邪悪な生命体をオクティと呼ぶ。ギリー・オクティ、ウィンキー・オクティ、チューイング・オクティ、シェル・オクティ。彼らの第一要請であるブラグラ・スキフラを攻撃手段とする。これらが天井に付着して疑似要請エフィラとなる。一つのフロアの中の生体オクティ全てを倒すと、彼らの支配は破れ、次のフロアへのゲートが開く。パケットを救出すると、フロアとフロアの間でレベルアップのチャンスが生まれる。
パケットに当たるとファイターの耐久力であるシールドが増加、逆にシールドを失うこともある。救出後、ここはオクティのカプセル貯蔵庫になっていて、ファイターにとってチャンスである。ほとんどのオクティはその体内にカプセルを隠している。カプセル内部にはオクティのエネルギー源となる生命物質が入っている。そして各ステージの最下層には巨大なボスモンスターが存在する。謎に満ちたフィールド、不気味で危険なモンスターたち。最終面の謎を解き、オクティ族を全滅させた時。かつて銀河連邦との戦いに敗れたエイリアン、ギャラクシアンはギャラガ世代を経て第三世代へと進化を遂げていた。彼らは形態の異なる3つの種族に分化し、互いに抗争を繰り返していたが、最終的には知能に長ける第三種族が他を制圧し、ギャプラス帝国を築き上げた。力を結集したギャプラスは次々と星雲を征服し、ついに三度銀河連邦に対して攻撃を開始した。ギャプラスの吸収を受けた銀河連邦軍は、開発段階にある秘密兵器ブラスターヘッド及び最新型ファイターを奪われてしまう。ブラスターヘッドを奪還せよ。ブラスターヘッドを奪っていったのは各種族のクイーンである。取り戻すには攻撃中のクイーンを2度撃つ。取り戻したブラスターヘッドを装着するとファイターの機能は著しくアップする。ファランクスヘッド、ファランクスビームでギャプラスを捕まえ、味方に寝返らせることができる。大量に味方にした時は爽快そのものである。ハイパーヘッドを装着するとデュアルミサイルが発射でき、さらに高速に移動することまでが可能になる。クイックに動ける最も実用的なヘッドである。サイクロンヘッド、サイクロンビームでギャプラスを捕らえ狙い撃ちができる。たくさん捕まえ連続して撃つと得点が倍々になる。ビーム発射中は無敵だというありがたいヘッドである。
ギャプラスのオリジナルキャラクターキャップ、クイーン、ザコ。ギャプラスには3つの種族、5つの階級、合わせて15種類のキャラクターが登場する。硬い甲羅と強力なパワーを持っている第一種族のギャプラス。すばしっこい動きでファイターを幻惑させる第二種族のギャプラス。ゲームでは11面より先に出てくる。最も高い知能と多様な攻撃パターンを持つ第三種族のギャプラス。誘導炸裂弾スターフラッシュ、突如現れ分裂するので要注意。ギャプラスの変身攻撃ビーンカール、これは破壊不能である。マイシップ、ファイターはコンポーネント1、コンポーネント2、コンポーネント3の3つのパーツから構成されている。ギャプラスに奪われたパーツを3つ奪還することによってファイターが1機エクステンドする。ギャプラスならではのチャレンジングステージ、ただ撃てばいいというものではない。In another time, in another world, the blue crystal rod kept the kingdom in peace. But the evil demon Druaga hit the rod and the maiden Kai in a tower. The prince Gilgamesh wore gold armor and attacked monsters to help Kai in the tower of Druaga. ザ・タワー・オブ・ドルアーガは4方向レバーでギルを操作し迷路を抜けるアドベンチャーゲームです。広い迷路は横スクロールにより分かりやすく表現されています。行く手を阻むモンスターを倒し、右下に表示される時間内に鍵を拾い扉を抜けます。ボタンを押すと剣を抜きます。呪文は盾を正面に向けて防ぎます。時々出現するトレジャーボックス、手に入れたアイテムは左下に表示されます。滑らかなキャラクターの動き、多彩なサウンド、かつてない本格的な迷路。登場する各々のキャラクター、グリーンスライム、ブラックスライム、レッドスライム、ブルースライム、ダークグリーンスライム、ダークイエロースライム、剣を持つファイター、ブルーナイト、ブラックナイト、
ミラーナイト、ハイパーナイト、リザードマン、レッドナイト、不気味に触手を動かすさまざまなローパーたち、呪文を使うメイジ、ソウサラー、ドルイド、ウィザード、壁を抜け呪文を浴びせてくるゴーストたち、真の勇者だけが手にすることのできる最強装備、壮大なストーリーに基づくアドベンチャーゲーム。敵の魔力に打ち勝ってドルアーガを倒し世界を救うのはあなたです。ドルアーガ、源平島まで。
お前の力はそんなものか。